ダメだってやば、なにこれ、うわ VS と VSR。 こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は本間大成選手にお越しいただきました。よろしくお願いしますこのインタビュー企画っていうのはインスタグラムのアカウントで、クライマー、トップクライマーにどんな質問したいですかっていうアンケートを取ったんだけども、それをもとに、その回答をもとにこういろんな質問をして、そんなビビんなくていいんだよ二鉄分けでね、眠いんだよご苦労様です。今はリードとボルダーどっちをメインで？今は、3月の上旬にLGC があるんで、そこに向けて今はリードが結構メインですね。今はリードがメイン。でもボルダーも出るもんね。どのコンペがあるかによって両方やってるってことだよね。変えてやってるんだよね。どっちが好きなの？やっぱリードが好き。やっぱリードが好き。まあこちらの本間大成選手、実はその2月のいつだったっけ？12日ぐらいだっけ？城ヶ崎一緒に行った。スプラッシュをフラッシュしてしまうっていう大事件を起こしてしまって、で登り終わった後にグレードを知るっていう大事件を起こしてしまったのね。オーディエンスがすごかったもんね自分でも何が起こってんのかなって思った最近午前まで、ね、パチンコゲームに登ったらしいじゃん何トライだったの？3トライかやるなそんな本間大成選手ですが、クライミングを始めたきっかけは？始めたきっかけは、お父さんがこのパンプワン、うん、分かる分かる、パンプワンを地味に今お父さんが試しにやってみようみたいな感じで連れて行ってくれたのがきっかけ。おお、突然なんかその高速道路とか行く途中に結構そこよく通りかけ、通りかかってて、なんだろうね、あそこみたいな。じゃあ今度行ってみようみたいな。まあ、その窓から見えるもんね、中が。出身も、あの辺だもん。もう西川口。西川口。埼玉県の川口。西川口。みんな一緒。あやちゃんもね、俺もね、ケイちゃんも。で、突然連れてってもらって、それで、初めて、続けちゃった。面白かった。で最初はその小1から小5ぐらいまでサッカーをやってて、あ、そうなの？でそっちの方が結構メインだったマジで？でクライミングは週間に1回とか週に1回とか、むしろサッカーをやってた。連れてってもらったのいつ？は小1。もうずっとサッカーばっかやってたのに、なぜ突然クライミングがメインになっちゃったの？多分個人競技の方が好きだったクライマーってやっぱそういうやつ多いよね。団体競技嫌になってクライミング始めたまるって普段どんなトレーニングをしてるんですか？普段はリードだと結構3本連続とか、インターバル系、でボルダーは、みんなで大体セッションするか、普通に既存のテープ課題とかを、ひたすらできるまでトライするとか、かな。あれ、ジムでそのルートやってその後ボルダーとかって感じ、それともその日はルートだけみたいな、その日は リードだけっていうのか、その日はボルダーだけっていうのが多いかもしれない。ルートの方はインターバル系をやるけども、ボルダーの方は特になんかそういうメニューとか決めずにセッションするだけだけかな。おお、マジか。それでそんなに強くないんだ。いや、周りの人たちに変えた。みんな強いから。カイト君とか、ハダ君とか、あの辺にいつも決められるんだ。勝てそう？そろそろ。いやー、ボルダーは、ボルダー。ね、強すぎるよね。国体ってもう青年男子。もう埼玉県は、ハダ君、本間、大成。この二人だもんね。この間の国体も、いや、驚きましたよかったね。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。埼玉県を代表していただきありがとうございます。ありがとうございます。埼玉県もともと強かったので、上の先輩方たちはね、指が痛くなった時にどういうケアをしているんですか？痛くなったことがあまりない。ありがとうございます。これね、某
カイト君から質問来てたんだけど、あの食べた分だけ強くなるんですかっていう。食べた分だけ強くなるんじゃないですか。なるの。ね、実際僕はそうだと思ってます。そうだよね。噂が絶えないもんね。本当ですよ。なんかワールドカップで日本代表でこうみんなで食べてる時に、残飯処理班がいるらしい。大勢と肌くんがやってるでしょ。食べれば強くなるんだ。そうです。まあ。それはなんか科学的根拠に基づいてるの？いやでも、うん、やっぱ成長期とかにすごい食べて、うん、まあ今の子も結構そう、ね、身長が大きくなったから、うん、それは結構食いまくってたんだよね。理にかなってる。まあなんか原くんも言ってたけど、あの食べた方がなんか持久力が上がるみたいな、うん、ピンチ力を上げるにはどういうことをすればいいでしょう聞いてるんだけど。自分もそんなにピンチ好きじゃないから逆に知りたいけど。あ、本当？なんだろう、特になんかしてることとかはないの？ピンチのための対策とか。ああ、プロジェクトとかに行って、うん、まあ、そういうピンチの課題を作ったりとか、うん、あとはトレーニングボードとかにピンチがついてるから、うん、そこにぶら下がって、うん、結構なんかその価値とかピンチとかそういう系は、まあ、ぶら下がるなんかビーストメーカーじゃないけど、うん、あのピンチのやつでぶら下がるとか、まあ、やっぱピンチを持つことに限るんだよね。トップクライマーの質問でこう立候補できますかって、多分結構多分これぐらい普通に、あ、こんなに出るの、ガバができるいいよ。うわぁ、なんだなんだこの、え、ハーフドームみたいになってるよ。ちょっともう一回やって。やば、何これ、うわー。え、その立候ってできると何が、うん、どういうことなんだろう。実際あまり関係ないと思う。できるできないは関係ないの。別にあれでホールド持つわけじゃないもんね。まあ、可動域とかは、うん、多少は広がるかなと。あれができるってことは肩甲骨周りが柔らかいってことなの。できない人とかもいるから、うん、それでも強い人もいるから、うん、なんとも言えないだそうです。クライミング以外の特技は何かありますか？他にスポーツはやってなかった？スポーツは1年間だけ飛び込みとかやってた。飛び込み？板飛びとか、あのプールに行くやつですね。小5ぐらいかな。1年間弱青木公園の、あー、あそこでローカルしかわかんないですよ。え、高校時代って部活って入ってなかったの？高校時代は山岳部に。ああ、あれか、そうだ、そう、久喜工業だっけ、あれだよね、羽田くんの元山岳部にいたの。一応山登りとかもしてね。いや、クライミングだけ。外岩ってどんぐらいのペースで行ってるの？今は多分週1ぐらい。結構行ってるね。結構行ってね。週1、その外岩行く以外はもうインドアで LJC とかに行ってトレーニングして、で週1で岩に行ってって、フルタイムクライマーでね。夢を生きてるな。本当に楽しい。羨ましい。どういうところ行くの？多いのは秩父の方にある双子。ああ、そうね、よく行ってるね。あとはボルダーとかだと水垣でも、岡山でも行くし、大体関東そうかな。結構いろんなとこ行ってるよね。この間午前は私たち小学生に行ってるし、次どこ行きたい？じゃあ次はね、まあ、やっぱ海外の外岩に行きたいかな。え、今までなんかさ、どこだっけ、スペインとか行ってたよね、うん、今までスペイン結構長くいたの。2週間ぐらい。俺も行きたいな。一緒に行く？行きたい。行きたい。仕事辞めたい。辞めたい。俺はさ、こう一般クライマーの部類だからさ、一般市民クライマーだからこう分かんないんだけども、あら、ホームペとか行くとさ、海外選手とか、それこそ日本代表の選手とかもいるけども、トップクライマーとかでさ、もうすごいこう可愛い選手いっぱいいるじゃん。いますね。うん、いるじゃん。え、体勢的にはこう誰が一番こう、推し、推し、うん、体勢の推し面、推し面、うん、国内外問わず誰だろう。あ、それはない。それはない。はいはいはい、本当本当は、うん、海外の選手とかと誰だろう。あー、マーゴとか
まあ、外岩とかも強いから。それ どういう要素で評価したらいいの？普通にマモとかは。うん。かわいいよね。かわいいと思います。いいな。普通にあるの？まあ、ワールドカップとかで、たまに。いいな、ワールドカップみたいな。他には？他には、誰だろう。みんな、綺麗ですよ。うやむやにこう発言を聞かれるっていうでもやっぱ1位はそこでは海外のグレードについて国によって差はあるんでしょうか。日本との差とかリードはやっぱし海外の方がちょっと悪い気がする。ほうほう、ああそうだよね。ボルダーは日本の方がやっぱ全然悪いと思う。ボルダーの方、ボルダーは日本もある。それはインドアの話。インドア、インドアな、なんでだろうね。まあ、日本人って普通にリードもボルダーも両方強いけど、まあ、表彰台とかメダルの数で言ったらあれか、ボルダーの方が多いの、うん、日本もボルダー強いの、なんでだろうね。なんでだろうね不思議だよね。だやっぱ眩しの壁があるって日本だけだもん。そうだね。調整とかでさ、海外のチームとか結構ラインセットね、セットの周期も早かったりするよね、うん、あまりこう眩しで打ち込むっていうのは海外の人はそんな好きじゃないんだろう、かもしれない。日本人ってなんか不思議で、普段履いてるシューズは何ですか。普段履いてるシューズはスカルパのインスティンクトの VS と VSR か。おお、見事に片足ずつねえ、これがまあ知ってると思うけどね、みんなね。 VS と VSR、 これ、ね、両方使ってるってことはな、使い分けがあるっていう。リードとか外岩はこっちで、うん、ボルダーはこの VSR か。うん、それはなんで、まあ、こっちの方が硬いじゃん、うん、でも硬さが、うん、結構分けてる理由かな。へえ。なんでリードの方がなんか柔らかいのと安心できそうなイメージ。な、結構自分とかは体重が重いから、うんうん、柔らかいとリードで跳ね返されちゃう。ああ、なんか、そうなんだ。で、あと、うん、なんか結構リードとかだとビス系が多いから、なるほど、ね、結構立ち込める。そっか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 、なるほどね。悪いよ、ルートやるとそうだねこれ、かかととかはほとんど形一緒？一緒。違うのはほとんどソールだけだよね。ソールだけ。ソールだけだ、こんなに違うんだ。これ履き始めてリードジャパンカップで優勝した。おお、リードジャパンカップ優勝できるシューズらしいこの間あれだよね、スプラッシュフラッシュした時もこれはこっちこっちだよね。ね、みんなインスティックトにしようかなって言ってたもんね。本当。うん。あの城ヶ崎のサンスポのエリアの選手。ああ、それはありがたいです。すげえ広告塔だなお前普段なんか飲んでるサプリとかっていうのはなんか。ああ、サプリ。お、スプリメント。ああ、これあるよくあるですね。よくある。アジモとアミノバイタル。これは何のために飲んでるの？まあ一番は疲労回復のため。うんうん。実はさ、俺もさ飲んでたんだよね。そう。そう。あのビッグオールやるときにこれ飲んでないとつるんだよ。つってしょうがなかった。で、俺はそれは脱水だと思ってた。だから水飲みまくってればなんとかなるかなと思ってたんだけど、一向に治んなかった。で、ラグビー部出身の後輩が、ね、教えてくれて、これ飲むと、つらなくなるんだよね。そうなの？そう。あの、いや、体勢とか、つるとかっていう経験ないかもしれないけど、あの、たまに草コンペ出ますみたいな、そういうファンクライマーの人たちとかって、めちゃくちゃ打ってめちゃくちゃ力入れたまま、ここでまた戻ってきたやつでベルコンってやってずーっと打ち続けるんだよ。めちゃくちゃつるんだよ。あ、そうなんだ。そう。でこれ飲むとつらなくなる。おお。そう。だから大勢いつかつり始める年になるかもしれないけど、そういう時これ飲むといいかもしれない。そうなんだ。なんで俺がこれ解説してんのかわかんないけどアミノバイタルでもね、つらなくなるからめっちゃいいよね。へえ。でこれは登った後に飲んでる。登った後です。あとあのその動き始める前に逆だ、電解質でしょこれ要は、うん、だからそう、それをしかもこれ期限切れてない。え本当だまあ関係ないあんまり。普段何のチョーク使ってますか。普段はフリクションラボのゴリラを。ゴリラ使ってんの。なんか結構今まであのバムバムの人が多かったけど、うん、あれは何の違いがある。バ
どっちの方がサラサラしてるの？サラサラしてるのはバムバムかな。おお、あ、ゴリラの方がちょっとしっとりしてる、ね、しっとりしてる。あ、なんつうの、チャンクっていうか、うん、あの袋に入ってるゴロゴロの大きさはあのゴリラの方が結構大きい。あ、ゴリラの方が結構あれゴロゴロしてる、うん、全部取れたのリードもぶっ壊れた。あ、ゴリラの、え、じゃあ何、あのそのチャンクのゴロゴロのやつをチョークボールに入れてやってるの？いや、ギードとかはもうその粉だけ。あ、粉だけ。ボールはギードはインドアの時しか使わない。コンペの時とかはチョークボールがあると自分は結構それがストレスで。あ、そうなんだ。粉だけ。コンペの時はもうチョークバッグには粉だけ入れるんだ。あ、そうだったの。結構そうやってやってる選手多い。うん、あ、そうなんだ。あ、どうなんだろう、自分だけかな。他の選手は分からないけど、まあでもチョークボールってチョークはあんま出ない、ね、そう、あれは出なす、で出すぎないようにするためのものだからね。じゃあ本間大成選手の大成 の、 あの今後の目標。目標ですか、はい。そう、じゃあ分かった、コンペと外岩で分けて。いいよ。コンペは、うん、まあ、昨年が初めてだったんだけど、うん、まあ、昨年は年間ランキングが7位でね。ね、まあ、それより上に行きたい、うん、なるほど。年間ランクを一つの上に上げて、で、あとはまた表彰台には、表彰台に乗る、分かりたい。この間はだってあれだもん、なんか決勝残ってしゃあ行くぞっつって粉つけてロープ結んで靴履いてっつって雨天中止ってなったもんね。中央あれもう一番、あれひどかったよね。最悪なもん。あれマジ調子良かったのにね、あの時。まあ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 、でも今年こそは、今年こそは、いや、もういつでも応援してますね。見てるから俺いつもこうやってね。じゃあ外岩は、外岩はやっぱグレード更新。うん、ま、ちなみに今まで 何のどこまで登ってきたの？まだ 40M までしか登っちゃった。あ、このパチンコゲームとか、うん、また双子とかの 14 台とか、うん、ああ 14B 以上を、うん、じゃあ蓬莱とかかな、かな、蓬莱かな。ボルダーは、ボルダーは何そのボルダーボルダー嫌いっすみたいな。グレード更新。ボルダーグレード更新。4段とかを。おお。落としたい。全然ボルダーを行ったことがないから。おお。高グレードを狙ったことがないあまり。じゃあ行くか。行こう。行くか。ということで、いろんな質問に答えていただきましたけども、あのこれからも応援してますんで。ありがとうございます。頑張ってください。あのそしたらじゃあ、表彰台に乗ったらまたあのいろいろ根掘り葉掘りお聞かせ願えればと思いますんで。わかりました。ぜひお越しいただければ。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。リードやってね。みんなリードやってね。